インペラトルは、インペリウムを付与された公職者であることを意味する。ラテン語。古代ローマにおいて、対外戦争で成功を収めた、軍司令官の称号としても用いられた。アウグストゥス彼は、軍事的成功者に与えられる、名誉的な称号であったインペラトルを異例にも、個人名として使用したインペラトルとは、元老院よりインペリウムを付与された公職者である。 ことを意味する古代ローマの言葉である。元老院は元老院の決定を執行する者として各地にインペラトルを派遣し、ローマから遠く離れた地域へもローマの支配を行き渡らせた。このローマの命令の届く範囲がインペリウムローマヌムであり、すなわちローマ帝国である。共和世紀初期のインペリウムは平時と戦時を通しての包括的な権限であったが、 次第に様々な制約を受けるようになり、最終的には特定の属州における軍事指揮権にまで縮小された。インペリウムの適用範囲が属州における軍事指揮権ほどの意味にまで縮小されると、インペラトルも実質的にはローマ軍の軍司令官を意味する言葉となった。戦争に勝利したインペラトルは凱旋時に市民からインペラトルの観光で迎えられた。 インペリウムには有効期限があるため通常はインペリウムの執行とともにインペラトルを名乗ることもできなくなるのだが市民からインペラトルの看護で迎えられた外旋将軍は任期中に限ってインペリウム執行後にもインペラトルを名乗ることが許された。紀元前189年にルキウス・アエミリウス・パウルス・マケドニクスが インペラトルの称号で呼ばれているのが確認できる最初の例である。一説には、紀元前209年にイベリア半島を制圧した大スキピオインペラトルと叫ぶ頑固が起こったともされるが、これが事実であるかは疑わしいとされている。共和制末期には、スーッタ、ポンペイウス、カエサルといった権力者たちが好んで、インペラトルを名乗った。ポンペイウスは、自身が三度、 インペラトルと呼ばれたことを強調し、カイサルはインペラトルを終身のものとして使用した。オクタヴィアヌスも紀元前43年以降たびたびインペラトルの称号を帯び、紀元前29年には元老院によりインペラトルを個人名の一部として使用することが認められた。オクタヴィアヌスには後にアウグストゥスの添え名も送られ、後の世で一般に、 最初のローマ皇帝であると認識されている。アウグストゥスの後継者たちは当初は、インペラトルとは名乗らなかったが、ウェスパシアヌスがインペラトルを名乗って、以降には、インペラトルもプリンケプスが名乗る、個人名の一つとして定着した。一方で、ローマ皇帝は、外戦将軍の意味としてもインペラトルの子を用い続け、部下の戦勝を、自己の栄誉として、インペラトル何回と数えた。 ただし、インペラトルは特定の感触ではないため、定員という考え方はなく、同時に何人もの人物にインペラトルを名乗らせることが可能であった。慣習的にも、インペラトルは勝利に歓喜した軍団兵士の声によって自然発生的に誕生するものと認識されていた。アウグストゥスも、敗下の将軍三十人以上にインペラトルを名乗らせており、少なくともテベリウスの時代までは、 ローマ皇帝でない人物にもインペラトルの称号が与えられていたことが記録されている。3世紀になると各地の軍団兵士がインペラトルを乱立し、軍人皇帝時代と呼ばれる混乱を招いた。インペラトルは日本語で一般に皇帝と訳されている英語のエンペラーの語源である。例えば、およそ120年頃の成立とされるスエトニウスのローマ皇帝殿ではローマ皇帝を指すのに、 プリンケプス、カエサル、インペラトルと三通りに呼び統一していない。ギリシア語が公用語であったビサンツ帝国ではアウトクラトールをインペラトルの訳語として使用した。インペラトルはカエサルと共に西欧語の皇帝を意味する言葉の語源であり、同じく帝政時代に皇帝を指したアウグストゥスの語の影響がほとんど残っていないのと比べると対照的である。 インペラトルの称号は1721年にロシア皇帝にも採用された。しかし歴史学においては、インペラトルの称号から直接、ローマ皇帝の君主としての性格を論じるよりも、原始聖初期のアウグストゥスとその後継者の位置から論じるものが多く、インペラトルについても、原始世紀のローマ皇帝が包含していた、多様な属性の一つであるという見方が一般的である。 注釈出典、ありがとうございます。